じゃあ結果見ていきたいと思います。はい、これこれ買いました。で、映像見せれないので表情と音だけでお願いします。はあ、当たんないかな当たらんすかね当たらんかね。スタートしました。バラついたスタートの外に一掃してしまった17番ナスのシンフォニー、再びワゴンへと取り付いていきます。さあ、まずは5番のトラインがすっと出ていきますが、並んで9番のサンリバル、この2頭が抜け出して12番のジュンバルロ、前3頭が行きます。リバシンサ2番のトーセンクリーガー、大歓声上がって3番ウォーターパルフェ、さらには8番のシャルルマーニ、そして10番のルーカス、先団を追っていきました。この間に内から1番のリュヌルージュ、さらに馬群の中4番ロードアクシス、1コーナーは割っていきました。先手は5番のトラインが取りました。1馬身リード、9番のサンニバルが2番手です。そして12番のジュンバルロが3番手、2コーナー回ります。その後ろは2馬身がいて、インコース2番のトーセンクリーガー、外は3番ウォーターパルフェ、2頭並んでいきます。1馬身ハンス、8番シャルルマーニュ、2コーナー回って向こう上面に出ました。その後4番ロードアクシス、内は1番リュヌルージュ、外10番のルーカス、ここから先頭まで今10馬身ぐらい。2馬身がいて、インコース6番のマイハートビート、そして外は11番のフラットレー、さらに外15番のジャンダルム、ここは広がっています。その後1馬身半差、17番ナスのシンフォニー、インコースに入っています。外から13番ステイフーリッシュ、各馬3コーナーに向かって、外からは16番シャフトオブライト、3コーナーカーブ、7番タイムフライヤーは後方1頭かれて、14番ワークアンドラブ最高峰600を切って3、4コーナー中間。さあ先頭12番のジュンバルロです。5番が落ちたですよ。外からピタリと9番のサンリバルが並んでいきました。さらに外から3番ウォーターパルフェが進出を開始、インコース4番ロードアクシス、第4コーナーカーブ、大外から15番のジャンダルムが忍び寄って第4コーナーから直線に向かいました。9番サンリバルがわずかに先頭を突き放して1馬身半リード、相手からは10番のルーカス上がってきましたが、外から7番タイムフライヤー一気の末足、15番のジャンダルム、この2頭の追い比べに追っている13番ステイクーリッシュ、3番手先頭7番タイムフライヤーが1馬身、13、2着争いが13番ステイクーリッシュと15番のジャンダルム、2頭並んで接戦。13が713。さあ、じゃあ結果見てみたいと思います。7、7、15、13。まあ、ついたろ、そら7、15、13、いくらずつ買うと全部200円ずつ、もうみんな取れてるじゃん、ちゃんちゃんぐらいになってるしですね、言ってそうですね。お、ということで結果を見てみましょう。当たりました。7400円使って、22,040 円取れました。15,000円取り戻しま、取り返しま、当たりました。やったぜ。よし。